これは何分？夢の1分後かな。これ5分。ごめん、私も。本番公演ありがとうございました。でお腹空いた。スペシャルタイム用にどうぞ。これこそ。すいません。使ってください。後入れです。あ、後入れでもどっちでもいいんだよ。あと、ミスエさんからチキンラーメン。ゆめたんありがとう。えまだもここに欲しい、なんか、はい、なんかさ置くものない？なん向こう行かなきゃないか。何も？モルモット。モルモットがいい。モルモット。あんまり重くないからあれかも。おーおーおお。垂直にすればいいんじゃない？何垂直って？あこうね。垂直は。垂直はこう。こう。90度。ゆめたん。あこれ揺らしたらでもさ落ちそうじゃない？絶対に。ゆめたんあと何分？ゆめわかんない。勘でいいんじゃない？ゆめたん測ってるんじゃないの？ここで測ってるから鳴らないとわからない。よく伸び伸びになってもいい。ホリラックマット。待ってそれ8分だよね。じゃあ5分だから。あもう食べていいかもしれない。じゃあ私先陣を切って食べたいと思います。いただきます。ございます。こんにちは。あ、これ危機一髪だからかき揚げを。バイバーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか狭くない？いや4人いるんだよ。あ、ね、帰りもちろんあっち行って。そういう匂いするが始めます。なんでこっち来たの？え、これ硬いと思う。あー、アップかわいい。ひよこありがとう。マナもそれ受け取りたい。スペシャルタイムの安定がね、これ何でした？私はじゃあ昨日から発表して。私最強のどん兵衛うどん、きつねうどん、緑のうどん。お、みはちゃん。あ、天ぷらそばどん兵衛さん。お、あお。最強うどん、最強そば。お、私も最強そば。私も最強そば。ゆめは？最強うどん。そば部はそば部。そば部。ラーメン。全部ダメ。ラーメン。最強どん兵衛は硬いと思う。ありがとうございます。どうしたらいい？いいよね。ダメなの？結構待って。お腹すいたから食べます。いただきます。マジでそう。これでいいの？ゆめたちは時間かかりますからね。8分ってすごくないだ。でもね。いただきますした？食べたことある？ないないない。本当にね。やばいよ。マジ？待って。最強すぎる。え、このかき揚げのさ。このかき揚げやばい。厚さ見てほしい。厚さやばい。カリッカリおせんべい。やばい。え、なにかき揚げは後入れなの？後入れした。みんなもぜひ食べてみてください。サイリが先入れしてお湯かけのところを止めた。こちら食べてみてください。どん兵衛のサイ、サイ&キョウ、サイ&キョウかき揚げそば。いただきます。すごいよ。乾杯しよう。誰か乾杯して。マナと乾杯。乾杯乾杯。なんかこのさ、じゃあ私はそ、あのソープ、そうなんだっけ、みはるちゃんのさ、みはるちゃんの厚さと比べてほしい。ちょっと待って、持ち上げる。持ち上げてほしい。美味しいスープ。見て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 、みんなだけでも見て。確かに全然違う。全然違うかな。全然違う。こっちの方が厚い。ほんとだ。なんかね、これ名称がそもそも違って、天ぷらとかき揚げなんです。あ、そうなんだ。かき揚げなんだ。天ぷらそばって書いてある。すごいよね。じゃあ私は熱い。跳ねた跳ねた跳ねた。熱いね。めっちゃ。じゃあいただきます。そば黄色いタイト。リラックマとリラックマと可愛い。ありがとうございます。いただきます。このどん兵衛すべてが主役って書いてあるんだね。ん、主役。ごめん、主役だもん。いやだからめっちゃそのなんていうの、これ帯なんていうの、これキャッチコピーみたいなのがさ、もちもちのど越し極太うどん、熱さアップ。やばい、極太すぎて。やばい、どん兵衛最高。6種の合わせだし。あとどれぐらいだろう。てか長野じゃん。あ、そういうことなの。長野、何これ、なんとか屋。あと38秒。あ、岩田屋所のちゃんと測ってんの。そう、これもう日本で一番有名な唐辛子。あ、そうなんだ。七味唐辛子、ゆず七味唐辛子。長野で、長野で一番有名。もう長野といえば、あ、なんだ、長野、俺も長野なんだ。そうなんだ。全然、そうなんだ。うん、これ美味しい、かき揚げ。うま、めっちゃ。みんなも食べて。私たち、私はもう本当に今お腹が空いている。
絶対みんなもお腹すくよね。日の夢と同じぐらいに入れたっけ。うん、夢のほう先。ほんと夢もうね、いける。うん、うん、ふん、かわいい、ありがとうございます。でも全然喋ってない、美味しすぎて。おいしい。うわぁ、うわぁ、うわ、めっちゃ美味しそう。しかも香りがすごくて、香らせてすごい、めっちゃいい、このね、お上品な柚子な香りがするんです。あ、ほんとだ、香りが違う。うん、最強だ。美味しい。タコありがとうございます。すごい最強、みんな最強の方楽しい。美味しい。結婚してありがとうございます。私も結婚するのは最強、うん、今日買ってきただって。え、嬉しい、ありがとうございます。こちらです、私が食べたのは、うん、食べてるのは。あと、え、でもこれ初めて見たかもな、最強、うん、新潟ってどこで買えるのこれ。確かに。あ、待って、ごめん、まだ柚子入れてなかった。ねえ、ゆずの香りって本当だ、ゆずじゃん。ごめん、みんなに虚言でぽいやらしちゃった。うん、でもこれ入れたら本当にわかる。もう一回嗅ぐ、もう一回嗅いで、ごめんね、気使わせちゃって。はい、もう一回香る。ありがとう。え、これ新潟だとどこで買えるの。どこでも買えますよ。初めて見たもの。あ、めっちゃゆず。ゆず、ね、匂って、うん、すごくない、美味しい、めっちゃいい香り。美味しい。なんか公園後に食べたらよりさ、美味しい。わかる。最強のかき揚げめっちゃ美味しいだって。公園後に食べてください。ありますもん。公園後。リラックマギフト。ありがとう。落としたい。わかるわかる。見て見て。やばい。見て。すごくない？どんなだ。わかる。ほら。分厚すぎ。おいしい。よいしょ。よいしょ。うん、食べたい。続きます。もうね、やばいよ。マジ？うどんの太さも違う？うん。ここだよね。うどん。太すぎる。うん、いただきます。え、うま。そう。おいしい。本当に大きいね。めっちゃ、うん。絶対。黄色い鳥、ありがとうございます。美味しすぎるこれ。あのさ、つゆも本当に美味しいの。切ってるかもね、うん、確かに。みんなも買って。え、じゃあ柚子入れます。私ギャルサはうるさいだって誰だ私の声をうるさいって言ったのは誰だあの長野県のデリシアさんとユパヤトさんで。うわ、めっちゃ柚子じゃん。ここにいただいたら、うん、え、すごい柚子。今月末までなので、皆さんもぜひよろしくお願いします。ぜひ。私さ、何？ラーメン部でもそば部でもなくてさ、うん、で、埼玉県出身なの。知ってます。知ってるわ。もう、わかるよね。どういうこと？え、うどん部入るの？いや、え、そういうこと？ないんでしょ、ないでしょ。え、どういうこと？え、なんか分かるよねって言ったから、うん、なんかうどん部作る。まなざし。あ、ないな。ごめん、匂わせではない。うん、いただきます。いちいちするの分かる、めっちゃいい匂い。いちいちってめっちゃいけたけど、お風呂入ってるみたい、うん、シャワー。おいしい。え、いただきます。早い、食べるね。これ私食べる、帰り早いよね。うん、美味しい。眠くなって、うん、幸せ。うどんは埼玉のソウルフードだって。山田うどんって何？ありがとうございます。茨城にもあるよ。長野行った時応募した、ありがとう。九口部応募した、ありがとう。山田うどんないの？ない。東京で見たときないかも。埼玉で見たことある。茨城もあるよ。え、丸亀製麺はあるっしょ。あ、みんなあるの。山田うどんって赤と黄色なんだよね。んお、ひなのカラーやんってこと。違う違う。ん、そうなの。すごっ、うん、偶然ね。栃木にもある。忘れてた。お店だよね。うん、お店レベル。美味しい。だから、うん、なんか、なんつったんやろ。え、待って、後ろに飾ってるんだけど。そうだよ。見て、この
終わる。やばい。いただきます。おいしい。うんうん。美味しすぎ。ね、ソガベさんのうどんって15分待つといいって公式さんが言ってたってどういうこと？8分じゃなくて。15分待つの？待って。これめっちゃうまい。普通に。うん。美味しすぎる。普通にがっついてて腐って言われてる。ごめん。食べてても食べてほしい。公演終わった後ってお腹すくんですよ。わかるわかる。でもめっちゃお腹すき好きだったからさ。しかもおはぎこれやばい。これ初めてうどん。うん。2回目。あのね、そうでもね、うん、そうでも本当にもう緊張しすぎてて何も覚えてない味を今。そっかそうだ。めっちゃ薄くなるんだってお揚げが。へえなるほどね。もっと。じゃあ今度やろう。うんうんうん、おもろいな。みんなズルズルしてる。いや私麺すすれないんだよね。そうなの、うん、ちぎるのすごい。初めて見るタイプ。ゆなこもすすれなかったよ、うん、おいしい。ラーメンスープのどん兵衛が出た今らしい。どういう意味？ラーメンの多分コメントにある予選なんじゃない。あ、うちゃん美味しいかなって。めっちゃ美味しい。ねえさ、本当にさ、営業トークで申し訳ないんだけどさ、どん兵衛って何種類あると思う？10。今までその期間限定で2 8。OK。 10。 OK。 12。 OK。14。正解は50。マジで言ってる？約50。やば。今どこでも買えるってこと？どこでもってかな。ご当地とか。カレーとかありそう。うん、あるあるある。カレーうどんとか。そうなんだ。食べたい。食べたい。50。そんなにあるんだ。わかる。制覇したいね。わかるわかるわかる。確かに。しかもね、あの天ぷらそばもきつねうどん。あー、見たことある。味が違うって。濃さとか出汁の味とか。すごい、ちゃんと部長してるね。すごい、かっこいい。すいません、営業してしまって。終わっちゃった。ごちそうさまでした。早っ。早っ。美味しかった。マイコ食べな。もう全然、お腹もう、うん、満たされた。美味しかった。うん。これ美味しすぎて受ける。ご飯入れて食べたい。これ入れたい。白ご飯じゃない。すみません、白ご飯。僕でどん兵衛のつゆをラーメンスープにアレンジした一味違う美味しさが楽しめる。あ、それも日清のどん兵衛とこもりラーメンスープのきつね丼が新発売されますっていう話をしてるんだ。美味しそう。絶対美味しい。美味しそう、うん、食べたい。どん兵衛美味しい。もうじゃあ年越しの時も食べた。うん、食べた。年越しそばね。あ、確かにこれいいね。え、去年おとといね。え、この間の話。この間の話。去年って言わない。今年か。今それいなかった。いたじゃん。でもあなたは食べてなかった。でもね、マナとレイちゃんは買ったこれを。悲しい。あなたは、え、うん、違う違う、普通に個人で。あ、普通に。でもさ、あのめっちゃ昔、うん、ニコ生さんでさ、うん、年越し配信した時あったじゃない、うん、あの時もいただいたよ、ね、配られたよ、うん、あの時は普通にご好意でいただいたって聞いて、うん、あ、そう、ご好意で、うん、ありがとうございます。うま、ありがとうございました。うんうん、うまっ。おいしい。マジでうまい。マジでうまい。マジでお揚げがめっちゃうまい。お揚げ、うん、めっちゃうまい、うん、幸せ。もうみのちゃんがもう男子高生にしか見ない、うん、分かる。マジでめっちゃうまい。マジうまい。お、力。お疲れ様。うん、何してたの？配信してるよ。私を先に食ってんじゃねえよお前。私より先に食ってんじゃねえよ。いいな、ちょっと待って食べたい。おう、一緒に食べよう。食べる。ちょっと待って。待って、あ、うん、
ありがとうございます。美味しすぎるやろ。どん兵衛さん。優しいね。ありがとうございます。どん兵衛さんありがとうございます。美味しいさんありがとう。どん兵衛さん、こんなに美味しいものを食べさせてくれてありがとうございます。見てくださっていますか。ギフトありがとうございます。美味しい。美味しすぎる。12人中7人集まった。また、うん、また7人なんか前もすごいね集まって参加率高かったんだよね。3ヶ月参加率高かった。うん、うーん、水が欲しい。わかる。お水飲みたくなっちゃった。飲みときな。出る。すいません、失礼します。めっちゃファミレスの子供みたい。次の食べてって言った。ママよく言ってたわ、ちっちゃい時。わかる。リラックマギフト、ね、乾杯して。乾杯。冷たい。日清さんあれでしょ、ラーメンのカップヌードル。うん、カップヌードルさ、私が好きなプロセカとコラボしててさ、カップヌードルをテーマにした、ウィアーキャッツ、カップヌードルをテーマにした曲をボカロ P が作る。ウィアーキャッツ、ウィアーキャッツ、失礼します。おいで。うん、あらごめん、早くして。いいですか、作っといで。うん、食べ物は開いてます。真ん中とか、はい、あべ落とした。あるよ。え、シルク飲んじゃダメなの。え、飲んじゃった。私めっちゃ、はい、全然飲んでいいでしょ。ありがとう。お邪魔してます。飲んでます。ありがとうございます。飲んでます、飲んでます。あ、ごめんごめん。え、マジね、最強のうどんいいぞ。一番下餃子だね。餃子って、餃子も食べたくない。餃子、餃子、すいません。餃子の正体は佐藤かえりです。佐藤です。8分、そう、8分。そうなんですよ、すごいね。8分。最強の方は今さ、水入れたんだけど。シルクに出してた、帰り出しました。私の食べれば、イケモンボイスで、ね、うん、お揚げってさ、そのまま入れといていいんだ。うん、いいんだよ。あの、うん、粉末スープ入れて、うん、DVD 買ってくれたのありがとうございます。 DVD？ え、あの、映画の。ああ、ぜひ予約してください、皆さん。納豆食べたい。ね、なんかいろいろ食べたくなっちゃった。何？ん？魔法瓶。魔法瓶。ホットポット。あ、ホットポットです。ポット。ホットポット。ポット。魔法瓶って今だけ？え、ポット。ポットじゃない。何それ？なんか魔法瓶ってさ、こういう取っ手のあるやつのイメージある。勝手に鉄の。水筒、水筒とか。あ、そうです、そうです。おばあちゃん、おばあちゃん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。恥ずかしい。でも伝わるよ。かまぼこ。恥ずかしいも。伝わってるよ。かまぼこ。ありがとう、みなよちゃん。かまぼこだ。うん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 。ね。今日帰りと喧嘩しました。いつも喧嘩してんじゃん、二人。ふっかけられました。仲直りした。ふっかけられたの。ふっかけられてなくてくる。なんで？子供なんだから。魔法瓶しょうって言われた。かわいそう。でもおばあちゃんがね。うん。おばあちゃんが魔法瓶って言ったもん。おいしい。全然これさ、おつゆ全部飲めるよね。うん、うん、全然飲むよ。全然飲める。ありがとうございます。そう、めっちゃきつねうどん好きな人マジでおすすめする。そのきつねがきつねしてる。きつねがきつねしてる。うん、だからお値段も最強価格なんです。ちょっと待って、気になる。おいくら前？ちょっと待って、下手なこと言えないからちょっと出たいけど、火の玉とある。どのくらいとか。じゃあ調べ。どれぐらい違う？どれぐらい違う？ああ、三橋さんごめんなさい。だって美味しいもん。うん、いやでも買うよね、さすがに。うん、美味しすぎるもん。もちろんレギュラーも美味しいけど、うん、さらに最強になった。うん、一応今日清さんの通販だと高いかな。ちょっといただきました。すみません、ちょっと汚いから。定価定価。ごちそうさまでした。
眠くなってくる。定価238円だって。え、プラス100円。コンビニで260円。確かに。わかる。外で食べれるよ。これでさ、え、わかる。これで260円だよ。もっと取っていいよね。わかるわかる。タコありがとうございます。美味しかった。ミッシーさんの通販サイトだと、ありがとうございます。普通のどん兵衛きつねうどんが231円税込通販価格ね。で最強が267円、全然こぼれない、30円。これは新潟のポンシュカン、ポンシュカン、ポンシュカン、皆さんもぜひ。めっちゃ混在してる新潟です。何ラスク、ポンシュカンのチーズおかき食べたい。食べな、食べる。ラスクももらう。お酒、お酒？うん？お酒？え、全然違う。ルチルチラスク。じゃあ、もう食べれるって。あおちゃん食べれる？あおも食べれる。あおちゃん食べちゃダメ。やばい、犬みたい。なんか。あおちゃんは食べちゃダメだよ。ごちそうさまでした。いや、多分中。食べる？ありがとう。みはちゃん。あ、公園後にこんなショールームしてる。食べてしかいない。でも今日いっぱい動いたから。わかる、いっぱい動いた。うん、人と交わることないんだよね。交わる話してる。どういうこと。名前もね、ひのと話したんだけど、その隣の歌割りだったりするのとはないの、うん、だから歌ってる日のを見てないの。え、マラともないよ、言っとくけど、うん、世界で一番僕さ背中合わせもないから、うん、そういう関わりがないの。ひのとは、あの祈りぐらい、あユニットが一緒ぐらい。全体福岡からありがとうございます。うん、前髪チーズ、あおちゃん急におせんべいの匂いしてきた。チーズ、みんなチーズおかき食べてるよ。え、スープ飲んだんだけどさ、柚子の香りがする。お風呂みたい。まあ、でもさ、柚子湯飲みたいって思うことあるよね。夢叶えられるよね。柚子茶ってこと？うん。今夢柚子湯。今？うん、ママが送ってくれた。柚子。いいね。うん、だからいつもどん兵衛感じる。どん兵衛入れてみようかな。今晩。もうなんかどん兵衛のバスボールとかあったらさ、うん、めっちゃ欲しい。かわいさそうじゃない？かわい、かわいそう。かわいさそう。かわいさそう。かわいさそう。何やった？わ、カントリーマーム？うん、大好き。やんでるのかも。見比べてた。きつねなんだ。いきなり静かにならない。うどんとそば一生懸命見比べてた。ね、今心配した。え、意外と心配してくれて一生懸命見比べてた。え、お湯の量違うんだけど。どういうこと？420と410。あ、でもこれからもそもそもさ、茹で時間違うんだね。湯戻し時間、3分と5分。あ、そうなの。早いって。もともと、うん、なるほど。お腹いっぱいになったね。幸せ。幸せや。美味しかったな。ね、みんなさ、お家帰ってお風呂入るの得意？は？あ、とても勇気が必要。公園後とかに、なんか疲れてそのまま寝落ちしたいとか。寝落ちはしないわ。寝落ちは絶対やだ。絶対しない。でもお風呂に入んなきゃいけないじゃん。うん、当たり前。一回はさ、マシモトマナだっけ？じゃあさ、なんか誰が一番、うん、やったやったやった、なんか言ってた、ね、お風呂入ったら連絡するみたいな。かわいい、言ってたね。かわいい、ねえ、さ、聞いて、今出たってね。そう、めっちゃ話戻るんだけどさ、うん、普通のね、レギュラーより最強の方がカロリー低い。え、へえー、そんなレギュラーより、でもびっくりして11カロリー全然重要がないんだけど。え、なんだよ。あれはあれだチーム、あー、まだ出さない。普通に出てきたよ、私最後だったけど。あ、あれは、置いてないのかな。ウォーターサーバーのお湯使う。うん。ドッグ会場の
なんかコンセント抜かれてた。あ、そうなんだ。でも使わないって思ったんじゃない？じゃあスタッフさんがそうなの？確かに。中小関係。めっちゃ怒っちゃった。甘い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 。著作権だから。ねえさ、カエル123ってやってたでしょ。違うの？214だよ。ねえ、どうなの？2月14日だよ。え、待って、何見てコメントしようかと思った。 NGT のアカウントで123にやってた。カエルさん違う。ずるな TikTok 撮ってほしい。あとで帰り教えてちゃんとしなさい。みんなで撮ろう。撮りたい。ゆめさ、ゆめさ、ゆめ撮りたいさ。 TikTok あるからみんなさ、なんてやつ、なんてやつ。100億点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 100
ラブラブちゃん。帰っていきました。そうじゃん。珍しい。もう今日どん兵衛1個食べたから帰るって言ってた。食べて、食べてたわ。食べてた。食べてた。すごい最近のみんなのいいどん兵衛で賄われて。うん、ガチですわ。できた。あ、よかった。やっとできた。みんな胃袋一緒だね。うん、一緒だね。同じ状態になって。同じ状態だよ。うん、こっから8分待たなきゃなったもんね。そう。あ、ほっか。すごいね。え、ちくの前髪の幅変えた？本当は変えてない。切った？切った。触覚増やした？増やしてない。髪伸びた？伸びの、それは伸びた。染めた？染めた。はい、切った。うん、今週間のラスク、ね、食べ過ぎじゃない？待って、ゆっくりした。ゆっくりしてもどん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 食べんのかと思った。うん、食べる。ちょっと思った。ちょうだい。うん、もう一個食べていいかな。いいよ。筋肉。こんばんは。もちろん私も。え、みんなこれな、え、何食べてんの？食べる？なんかラスク。食べる。まあ、うまい。ラスト。めっちゃ美味しい。あ、そう。うん、昨日、差し入れでいただいたもの。嬉しい。いただきます。ありがとうございます。これもあるよ。え、え、ありがとう。あ、チーズおかき好き。わかる。え、これみんな何時まで配信するの？特に決めてない。やばった。なお10時まで？なお10時まで。なお10時まで。なお10時まで。そっか。あ、ちょっと、あ、どう、こんなに。あるよ。10時まで。え、何時から始めたらいいの？いっぱいあるやん。私、1時間くらいでもご満足かもしれない。まだ1時間経ってんのかな？あ、経ってない、経ってない。あ、56分から始まった。みんな、私、1時間って言うと10時半です。寝る時間だよ、それ。そう、寝てる。こんばんは。古舘さんは寝ます。まだ 18?公園。あ、子供扱いされるの嫌いだよ。あと5分くらい待たないと食べれない。うん、8分ですから。最強。そうだよ、最強丼で食べます。美味しかった。甘い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 。好きだ、好き。歌わない。歌詞わかんないんだよ、ね、ちゃんと覚えてない。うん、わかんない。ねえ、呼び出しなんてなになに。あそこめっちゃ流れてくる。近い。いや、全部いいねをしてる。マジ？じゃあもうその動画しか投げてこないジム。うん。アイドルしか投げてこない、うん。あの子の顔が好きすぎて、毎日ツイッターとインスタ見てる。お湯沸きました。今日もデリシア寄って帰ってきました。ってすごい。うん、あれは、ね、ありがとうございます。ツイッターるあなたのチャラジ。あなたどこのミスカートはミニおめでとうなんとか看護師か私は大丈夫。結婚してラストもありがとうございます。ありがとう。
ハートありがとうございます。はい、ね、そうやって軽々しく結婚をさ、いいよって言わない。もう待てない気がする、どうしよう。待った方がいい。15分が一番美味しいらしいよ。しかも試しに15分でやってる。15分だとこんなになるんだって。絶対必ず試そうとしない。やだ、かわいそう。だって伸び伸びやん。でもそれが美味しいんだって。公式さんが言ってるんで。じゃあ15分待っちゃう。マジで？いやだって誰か食べた。でも私普通の8分で食べてないんだよ。あ、まずはじゃあ8分そばそばでいいんや。そばを食べたの。甘い。ゆうも緊張しすぎて何も覚えてなくて、その時どうやってやるの。そうだよね。でもゆめすごかったよ。何がすごかったの。パフォーマンスしたの。なんかパフォーマンスした。ゆめゆめどんべえラーメンってやって。甘い2月14日ねえ、答え教えて。恥ずかしい。答え教えて。分かった分かった。もう一個セットして15分後食べよう。無理無理無理。ねえ、誰か15分やればいいじゃん。あ、そうなの。誰か15分やればいいじゃん。食べちゃったよ。ないこ食べちゃった。一つやってみんなで食べれば。あ、そういうこと。うん、おお、食べちゃう。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 ずっと食べてる。卒業公演無事。ギャルのチェック厳しい。おめでとう。そうなんだ。どうしばらく出るもの出たのか。チェックされば。当たり前。8分でも結構柔らかかった。あ、そうなんだ。うん、めっちゃ美味しかった。15分やったらじゃあどうなっちゃう。溶けるんじゃない。溶け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 ない。最強うどん。うどん。最強うどん。やばいよ。邪魔してます。玉あげちゃう。リラックもありがとう。なげちゃう。曲げるで。リラックも可愛くない。やばい、これマジうまい。マジでうまい。マジうまい。マジうまい。可愛かったよ。ずっと男子高生だった。誰もうどんを食べないそば部。どういうこと？ゆめもうどん食べた。そばでしょ。うん。私もそう、うどん。え、我慢できない。チーズおかき食べよう。もう8分経ったんじゃない？経ってないよ。あと1分半。あと1分半。あと思えば大丈夫。あとと思えば8分。確かに。調べてるけど、うん、青は眠いだけ。青ちゃんお眠い。今も食べたら眠くなってきた。うん、歯磨きして帰ろうかな。ほら直接帰って寝る気満々や。寝る気満々。メイク落とさなきゃ。うまっ。ここで落としてよ。メイク落とすのがね、なんだよ。蛇口でシャンプーをして帰りもやだ。ねえ、やだ。タコありがとうございます。すごい、リラックマたくさん。私リラックマ好き。これが美味しい。リラックマ好きだったわ。今週間のラスクゲーセン取ったリラックマをまだ持ってる。へー、かわいい。私はこれリラックマちゃん推しでした。あ、です。なんかクリアファイルとかさ、文房具とか全部リラックマだった。あとおにぎりケースとか、あったね。自分の小遣いで買ったの。え、かわいくない。かわいくない。そのまま可愛いかも。入れちゃうよ。可愛いよね。入れた。入れた入れた。うん。だった。私が七味を入れます。香りがね。そう。みんなにね、匂ってもらった。何？みたい。いや違う、別に。おお、なった。すごい。疲れ。いやずっとね、どん兵衛十。そう、ずっと探してた。あった？見えなかった。なんかわかんない。今このさ、黄色いキャラクターなんていうの。黄色い鳥。黄色い、そのままですか。うん。え、なんかリラックマが茶色いね。白がコリラックマ。え、そんな知らないの、リラックマのこと。知らないよ。え、主人公リラックマ。え、リラックマ。え、リラックマ好きだった。うん、わかる。リラックマって後ろにチャックあるって。え、待って、先に何か食べた方がいい。チャックの中身何？めっちゃいい匂い。どんな模様だと思う？え、どうしよう、ヒョウ柄とか。ロックすぎる。ゼブラ柄。ゼブラ柄。水玉。そうです。何色の水玉？あ、知らないの。え、ね、茶色。え、見たことあるかも。え、洗濯物とか干し
てない。そう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 、皮膚が、皮膚がそういう。違う違う、皮膚じゃない。なんか中に裏裏肝。裏下地？あ、そういうことね。そういうこと。え、見たらわかるよ。え、見たい。なんでそんな仕組みなの？わかる。仕組みな。ね、これ帰るの？でね。うん、私の。ちょっと可愛い、ありがとうございます。え、可愛い。知らなかった。ああ、とうとう同じ色の服着てるってこと？あ、そう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 。くっついてるの。多分上着してるってこと。いや、わかんない。こういうことらしい、こういうことなってる。見たくないです。わかる。可愛い。みんな食べ合ってるからさ、恥ずかしい、ちょっと。私だけ食べてる。今コメントでね、今お湯入れてきた、手遅れっていう。一緒だよ、一緒だよ。ちゃんと食べてください。ちゃんと食べて。うん、うまい。初めてお揚げのあんた見た？みんなお揚げのあんた見てるよ。やばいよね。意味がわからん。布団だよこれ。わかる。絵文字に同じこと言ってるよ、マナと。リカさんが、リカさんが。え、リカさん。これ寝たい。リカさん、私と一緒だ。同じだね。おでこの幅これで。めっちゃうまい。ということで。こんぐらい。何？おでこの幅？絶対ね、七味出た方が美味しい気がする。わかる。そばもね、七味入ってたんですよ。夢おでこはね、眉毛の上だよ。眉毛の上。何の話してんの？おでこ狭いね。ね。え、青もおでこ狭い？マナも狭い。いや、広いよ。何のそういうこと言うの？え、でもさ、広くても悪くなくない？おでこって広い方がいいの？狭い方がいい？え、藤みたいなの。本当だ。何？本当だ。これがこうだ。本当だ。なんか、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。いい、なんか縁起いいみたいな言わないっけ。じゃあみんな青に拝みに来てください。めっちゃいいのよ。やばい、うまい、これ。やばい、うどんめっちゃ食べたくなってきた。いや、うどんうまかったぞ。前髪やばいよ。青みたいにする。はい、青を担当してくれました。めっちゃなっちゃった。おー、美味しそうだよ。お願いします。安藤さん、美味しそうに食べて。全然さ、七味感ない。あ、そんな柚子の香り強くない？わかる、柚子の香り。七味食べれない、私でも。ありがとう。その辛みみたいなのはない。その足やめてよ。あった、お揃いにしました。めっちゃうまい。なんでっていう。なんでお揃いに。めっちゃうまい。お揃いに。あ、タコ、上すごいいっぱい。ありがとうございます。餃子食べたくなってきた。あるよ、わかる。ここにマジで止まらない。何でも食べれる今。餃子食べたい。餃子食べたくなる。2杯目食べなよ。いや、ちょっとさすがにかなと思って。どうした？飲み干したの？飲み干した。いや、私も飲み干した。ちなみに私も飲み干しちゃった。全然飲み干した。美味しそう。すごい、みんな飲み干した。あ、そうでもなかった。皆さん、公演ありがとうございました。うん、めっちゃいい音する。多分食べるの上手なんだよ。うん、うまい。いいね。あ、みはるちゃんが眠そう。みはちゃん、起きて。気づいちゃった。めっちゃうまい。わいわい。眠い。起きて。孫悟空。やっぱ、すごい。スーパーサイヤ人が最高。いや、そうよな。ほんとだ。お腹すかスーパーサイヤ人がいる。ドラゴンボール全然知らない。カメハメ。今日食べたけど、また食べたくなってきたって。食べな。うまいよ、マジで。マジで美味しい。かわいくてごめん。温くてごめん、ごめん、ごめんしか踊れない。愛して何が悪い。なんで踊れるの？嬉しいとでしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんね。そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイも巻いて、お出かけしよう、日傘持って、みんなぼっちだって。みんなさ、落ちサビは知らない。絶対落ちサビは、落ちサビある。うん、違う。何落ちサビ？絶対知らない。うん、絶対知らない。知ってるの？歌ってみて。え、シグナルでやったの？やったの？かわいい。それは私の問題だし。落ちサビ、私の問題です。てててててて
バカにされても知ってる、なんで知ってるの、ね、すごい、ね、うん、あんたらごとき分かってるね、うん、私は私の自分でありたいね、あ、そう、すごい、一番大切にしてあげたい、すごい、すごい、なんで知ってるの、我慢はさせたくない、それが絶対プレイしてるでしょ、ごめん、え、マナね、本当に曲めっちゃいろいろ知ってる、幅広く知ってる、何知ってるの、そのこと一番みんなが知らないだろうなって曲、何だそれ、ブーツかブーツ知らなかった、知らなかったあはと、ありがとうございます、ね、待って、 MC これ今 MC してた、 MC 公演まだ続いてた、え、じゃあ可愛くてごめんですけど、一番最近出た声優さんが歌ってる、ちゃんと見てません、すいません、声優さんが歌ってる一番最初にバズったのはカピチさんっていう歌い手さんの方なんだけど、その後いろいろな方カバーして、うんうんうん、公式で声優さんが、そのミータン、ミータン、ミータンです、チュータン、あ、チュータンさん、あ、でも幼稚園みたいな、それはハニーマークスのですね、ハニーマークスの先生見て、絶対みんなが知ってるキャラクターの声優さん、わさびさんかな、ゆーず可愛くてごめん、ここまで違う、ドラゴンボール、でもあれハニワ好きだったらわかる、うん、そう、ハニワ好きだったらわかる、ハニワでもその声優さんとキャラクターが結びつくかわかんないミハルさん、ミハルさん見わないで、まだあれよ、え、絶対みんな知ってる、石川さん、え、待ってるあ、ゆいさん、違う清美沙織さん、あー、そうだ、どのキャラクターか、ま、ヒントだし、
なつきちゃん、うん、そう、なつきちゃん、スイーズなつきちゃん違うハニーワークスのキャラクターでも声優やってる。告白予行練習絶対聞いたことある。あ、聞いたことある、聞いたことある。確かそうだった気がする。あれ違ったかな。え、違いますね。え、あれ告白予行練習さんでしょそれは。え、そ、違う。え、何だったっけ。みおちゃん。みおちゃん。わかんないよ。わかんないよ。かいちゃんもかわいい。何だっけ。ありがとうございます。うん、生まれ。アリサちゃん。あてごー。ごめんやっぱチュータンなんじゃない、ね、なんかさ、メンバーさん声優さん知ってる率高いよ、ね、わかる、私も詳しくなりたい。確かになんかカホも好きだよね。そうで、うん、そうみんな詳しくチュータン知ってる。チュータンでもあ、やっぱチュータンだって、うん、だからそうだけど言いますよ、みんなが絶対今ってかファンの人も知ってるめちゃめちゃ有名な炭治郎それは花江夏樹レン、エン、エレン。じゃあそれは怪人じゃないですかじゃあ女性じゃないんで、あの四角じゃないだろ。エジプトのピラミッドって、うん、あの四つの面あると思うじゃん。うん、はいはいはい、あれ本当は四つじゃなくて、じゃないってこと？八なんです。八、ね、だ、自分の知ってること言っただけ、クイズじゃないの。新しいを発表してくれてありがとう。はい、行きます。全国にマクドナルドは。35、絶対10万、はいはいはい、80、え、何？3080、1080、6000、私は答えてくれません、あの先生、8000、私あの先生嫌い、はい、
ないよ。はい、はい、15,023 そんなはい、8,300 違う、はいはいはい、手を挙げてください。3,000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 
2980。先生あの人嫌いです。さっさしてくれません。はい、3000。遅い遅い。はい、3900。違う。はい、3300。違う。3300。私は何も知りません。当たり前ですよ。知らないか。そうだな。なんだろう。食後のデザートまでで良い。はい。で納豆は。はいはいはい。はい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 。超骨め超骨め。見させてください。はい、卵。はい、超小粒。はい、わさび。あ、正解です。山わさび納豆でした。すごい。嬉しい、当たった。おめでとうございます。やったー。成績アップ。はい。はい、じゃあ、この間、私は、長野のホテルの朝食ビュッフェで、何回おかわりしたでしょう。はい。はい、3回。正解。成績アップ。ご飯とお味噌汁と、あと卵、あ、卵食べたし、鮭、ね、食べた、プリン、プリン食べた。そうだね、すごい、すごい、なんか怖い、すごい、ありがとうございます。はい、じゃあ帰り出して。なんだろう。じゃあこの服の餃子は何個あるでしょう。2個。あ、ピポやったー。ベージングアップ、ベージングアップ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、タコ、はい、あ、タコだ。はい、ゆなちゃん、歴史の問題調べてくれたの今。調べた、はい、歴史の問題です。はい、歴史、みんな刺されてから答えてね。はい、はい、徳川幕府第8代目の将軍、徳川なんでしょう。はい、はい、徳川秀光。違います、ね、そんな人いるの。ね、誰誰。暴れん坊将軍まだ見てた。家光、おばあちゃん家で。かわいい。そうそうそう、なんか出てるよ。あ、そう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 。八代目って誰？暴れん坊将軍。聞けてよ。徳川。家康じゃないでしょ。秀吉。ん？違う。吉宗だって。光秀。吉光。はい。家吉。違う。吉宗。はい。吉宗。やばい。頭いい。めっちゃ書いてある。近間にさ、吉宗って漢字が来ててさ、読めないって言ったから、ひらがなの吉宗っていっぱい来てる。だから私も全部ひらがな。ありがとうございます。歴史の問題？でも歴史取ってなかった。じゃあ、取ってよ。今の話は中学、はい、あ、中学の。ゆくれ船に乗ってきた。はい、正解。ありがとうございます。あとは？あとは？めっちゃバカ。リーは誰だ？が、あの、何しいでしょう。鎖国。ゼビエルは？はい。教えてくれた人に宣教師です。じゃないの。次。なんだろう、ね。うん。はい。本能寺の変は何年でしょう。1980。最近よ。食べながら、閉めながら、正解！ほんま、冷蔵庫を食べながらって言って、でも全然違和感なくて、聞こえなかった。
だよ、インフンデッカルだよ、なんかね、デッカルだよ、ラッパーラッパーラーラーなんかさ、あのさ、砂釣りの話したじゃん、砂釣り食べてる、あの食べながらそういうことあって、そうか食べながらって言ってて言った後に気づいた、お湯と DMM 見てください、見てね、ますはい、DMM の次は何でしょう、 D と M と M、 え、どういうこと、ドット、つづり、つづり、つづりって何、つづりの話、 D と M と M じゃん、そうでしょ、その知ってたみんなどういうこと、ドットコム、ピンポン、あ、続き、砂、砂ね、てんてんてんみたいな、やめて、数学は好き、あ、そうだった、そうだった、数学でおかげで理系なんだ、理系なの、え、理系なんだ、何、どっちかといえば理系でしょ、多分、理系か理系だ、国語とか好きじゃないそれはわかる、まだ文系、それで、あの、ね、まあ、もう何でもない、なんかひどいなんか反論あるの、何、いや、ひなひどいこと言おうとしてた、いや違う、別にひどくない、全然、どうしたひなちゃんが眠そう、心配が心配してる、心配だけちゃんと先輩が心配してる、言わないで先輩が心配、先輩が心配、ありがとうございます、先輩が心配、先輩が心配、心配、みんなで撮った、漫才おった、アップアップ、何してんの、何何何何何、君にインフンネタずっと私は一人でインフンネタ、私も一人でインフンネタ、シリの方がうまいよ、嘘、え、嘘、インフンネタ、ヘイシリ、待って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 、何何何、こっちが反応、私のびっくりした、ヘイシリ、怖い、怖い、怖い、ヘイシリ、やめてやめて、あー、ラップやって、喋ってくれない、可愛いたたこ、ありがとうございます、わわわわわわわ、多分できる、ヘイシリ、怖いね、怖い、ちょっとヒヤヒヤしてる、ヘイシリ、やばい、どんどん夢の声に近づいてきた、ヘイシリ、やばい、夢の声に近い、ラップして、夢の声で登録してるの、え、夢の声で止まってるじゃない、眠くなってきた、日くれる？大丈夫？日くれてんだよもう。終わった。でもさ、終わったんだけどさ、長。もともと出てるのと違うんだよ。はい。でも正直ラップはど素人って言って。ああ終わる。ああ終わる。で男女読んでいいよ。みんなで読む。卒業旅行発表された。青の読むってこと。一回とりあえず青を読むから。うん。一旦青いいよ、言って全然。13位ルルさん、12位赤い福さん、11位青森かえさん、西田さん、千春さん、8
し、金堂さん、なんない、しおさん、ろくよみんさん、わいよくんさん、よいじんさん、さい、わゆすけいさん、にいちえるさん、いちおうせきさん、ありがとうございます。ありがとう、青のファンの皆さん。ちょっと早めに終わっちゃったみたいな。この時合ってる？今57分、消えるよね、多分。勝手に消えるの？青のはね。でもそしたらもうパッていなくなんなきゃいけない。でもここにも、私のにも、その瞬間パッて、そう、隠して隠してちゃんと隠してね、その帰り。じゃあ分かった、分かった、分かった。あ、こうしてるわ。いいな。あ、そういうこと。フェザーしてすぐいなくなる。あ、準備しててじゃん。かわいい、青ちゃん。でも、まあでも、そっか、10時以降配信することは君はないんだね。どうしたの急に。え、でもなんか高校卒業したらいいみたいな。え、だから噂がある。じゃあショールームするの？違う違う、卒業するよ。卒業までに卒業してるから。そうだから、しないでしょ。今卒業式行くんだ。高校卒業、え、行きたい。卒業式うちら行ったらうるさいし。行くんだった。ガチ。やめよっか。そうだよ、行くんだった。行くんだった。気にされちゃうから。そうだね、しっかりはダメだ。私やめた。じゃあマナ行くね。声でかいもん。マナもちょっと声でかいから。マナ行くね。夢行く。私も行く。マナも行く。行かないと。じゃあこうしてなきゃ。今あと2分くらいかな。10時いや今59分だよ。なんかさ、え、やばっ。あと多くない？本当だ。乗るわ。あと50秒。あいちゃん風に気をつけて。みんなおやすみなさい。ありがとう。おやすみ。今日もおでこをスクショしてね。あ、おやすみ。おやすみ。ダメだ、ダメだって。ほら、マネージャーさんがパパが心配してる。パパが、おちゃん10時まで大丈夫？切る切る。すいません、おちゃんファンの皆さん、はい、これ見て配信を終了します。保護者いる、保護者。保護者いる。引き続き青の応援をよろしくお願いします。待ってくれ、次。青さんおやすみなさい。青さんおやすみ。あ、もう手も映っちゃいけないからね。ダメだよ。もう終わった、終わった。声もダメだからね。まだギリ。あと5秒、あと5秒。はい、青は帰りました、皆さん。はい、22時です。青はいません。22時です。青はもういなくなりました。青もうね、今なになになに、これって言ってる。これジェスチャーで答えて。え、いいよ。あ、これだって。ごめん。え、いいよ、後でやるから。表現ないよ。すごい可愛くね。表現して。大丈夫だよ。大丈夫だよ。青の手が、青の笑い声が映った。映らねえよ。笑い声が映る。青がめっちゃ努力してる。努力してた。いいよいいよ。ね、寝制限って大変だね。ね、ね、ここ無制限組か。無制限じゃないけど、レンズね、レンズ。いや、めっちゃあるけど。無制限配信。え、さ、1000日達成したじゃない、私たち。あのさ、なんでいいの？こんなに面白い。あんたに言われたくない。帰るって日のツボだよね。そう、ツボの。いや、違う、私が言いたかったのは、年齢制限やったままだと1000日無理だったなっていうのが。あー。結構だってきつくない？10時まででさ、平日さ、何が面白くて笑ってんの？平日学校の時間もできないし。確かに。お酒入ってた？これに。大丈夫。そう、みんな悪かそろそろ。ね、そうだね。おやすみなさい。待って、もう、アホなジェスチャーが。じゃあ、夢からみはちゃん。オッケー。はい。いきまーす。はい。待ってね。13位、チューバーさん。りょうすけさん。あんたで。てこペニさん。くじちーさん。しろくんさん。まりはるさん。ありがとうございます。12位、てっちーさん。てんさん。サバサンドさん。トッパキューさん。ハブトゥーセムさん、ドンさん、ありがとうございます。11位シスターさん、ゴーキューさん、ゴンタカさん、トッシーさん、ファンのデオさん、ありがとうございます。10位マキアトさん、オヤジーティー52歳さん、シグさん、ベロさん、マイクさん、トラ、あ、間違った、トラキチャと新潟島さん、ありがとうございます。9位シンゴさん、タムムホテッドさん、テラちゃんさん、マスレさん、ラーマさん、ハチジャンさん、ありがとうございます。8位カラポヨさん、モチさん、ニシタムさん、イヌくんさん、ナリスタさん、ピョリンさん、ありがとうございます。7位タメヒロさん、朝だるいさん、エチゴンさん、ユリケタさん、リノオさん、マデさん、ありがとうございます。6位ヒロさん、レモンさん、紹介職さん、むっちゃんさん、
タッチンさん、マサさん、ありがとうございます。5位、マサユキさん。あの時助けていただいたツルデスさん。ジェイソンさん。エイタロウさん。コージーさん。ゆりかパパさん。ありがとうございます。4位、大関さん。竹蔵さん。ポッチャマンさん。トールさん。サトシさん。エモータートピオさん。ありがとうございます。3位、あの2位、ヨッタさん。3位だよ。あれ3位、あ、3位、あ、間違え、あれ今3位ユキさんって言ったっけ、ごめんなさい、私間違えた。4位、大関さん。3位、ユキさん。シンさん。チダカンカンさん。トウゴさん。クルニッシさん。ジジューさん。ありがとうございます。ニヨッタさん。タビネコさん。ダイドットさん。タロウさん。リオさん。シロケンさん。ありがとうございます。1位、マイマミさん。リオさん。リアさん。阿久津まさひこさん。ピコさん。ジョイツさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん公演後の配信ありがとうございました。ありがとう、皆さん。みんなどんべよろしくお願いします。どんべ、また配信する。美味しかったよ。おやすみなさい。バイバイ。また会いましょう、ルーム。何それ。また会いましょう、ルーム。また会いましょう、ルーム。ありがとう。